星光真一は、モンゴル・ランバートル出身で八角部屋に所属した、大相撲力士。本名は、ドゥブチン・ハグワーン。身長182センチメートル、体重113キログラム、血液型は、大型。特異種は、右四つ、より、投げ。最高位は、西重量筆頭。2011年、足首の怪我もあったため引退した。星光真一は、 両親はアスリートだったため、小さい頃からスポーツに興味があり、アスリートたちの取り巻く環境に育っています。父ゼベグ・デュベちゃんは、モンゴルの伝統的なスポーツモンゴルアンディス・ニーバとレスリングの選手で、世界大会で2位になり、オリンピックにも3回出場しております。現在はモンゴルで女子レスリングのコーチをしており、トレーニング・デュベちゃん、Z、教え子たちの中からは、 世界チャンピオンやオリンピックのメダリストも誕生しています。母もバレーボールの選手でモンゴル代表にもなっている。高校や大学そしてクラブチームの指導をしていました。現在定年しクラブチームのアドバイザーをしております。オジゼベグイドーフは父と同じくレズリンクの選手で世界チャンピオンに2回優勝して1976年モントリオールオリンピックで 銀メダルを取っています。2000年10月に来日し、2000年11月場所で初土俵を踏んだ。同期には同部屋で同じモンゴル出身の星桜がおり、その星桜と細い体ながらも競い合って番付を上げていき、幕下に定着した。2007年3月場所で7戦全勝で幕下優勝を果たし、翌5月場所では番付を。 幕下筆頭まで上げた。しかしその5月場所では序盤に3連敗して、翌場所の重量昇進は厳しいと思われたが、その後は4連勝で勝ち越しを決め、場所後に重量昇進を果たした。新重量の2007年7月場所では、関取最軽量ながらも、切れの良い動きとしぶとい足腰を見せ8勝7敗と、勝ち越した。その後は2008年、 1>, 1月場所まで4場所を連続勝ち越しと順調な出世ですぐ入幕すると思われたが成績が足踏みすることが多く入幕を果たせなかった。2008年以降はめまいなどの体調不良のため制裁を欠くようになり、2009年7月場所以降は関取の座から遠ざかった。2008年11月場所の若天童戦では若天童の月押しにあっけなく、 土俵を割って破れたが、この一番を無気力相撲と、日本相撲協会観察委員会から見なされ、友綱観察委員長から注意を受けたと報道された。しかしその後、友綱親方は、八角親方にはっきりと意思が伝わっていなかったとして、注意を撤回した。星光は、この場所通院しながら出場していました。2011年4月に、足首の怪我が原因で大相撲を引退した。 現在、オーストラリアに住み、オーストラリアの相撲協会オーストラリアスも、フェデレーションで働いている。2020年に、少年時代からの仲良し横綱、白宝賞の白宝カップに、オーストラリアの選手たちと参加もいる。引退時の番付は2011年2月28日発表の、巡席による。ありがとうございます。